原田橋は、静岡県浜松市天竜区佐久間町の天竜川に、ある橋。二代目原田橋は2015年1月31日、土砂崩れにより当時建設中の新橋と共に、落橋した。国道473号上にあったり橋。地元出身の原田久義の寄付によって1915年4月22日に、初代の橋が仮設されたことから命名された。 初代原田橋は、木製砲、強しげたを備えた吊り橋で、全長111.8メートル、福音2.4メートルであった。1956年に、佐久間ダム建設に伴い、静岡県により、福音を広げた二代目の吊り橋に架け替えられた。当初は、静岡県道三作簿佐久間線であったが、1993年4月1日付で、 原田橋を含む区間が国道473号に指定された。二代目原田橋は1939年に内務省が制定した高道路橋設計司法書案に従った都道府県道水準の二東京企画で設計されていた。2011年9月には老朽化によるメインケーブルの損傷が見つかり、さらに2012年4月25日に不具合が、 発見されたことにより全面通行止めとし河川時期を通る緊急用仮設道路が建設された。その後、暫定対策としてメインケーブルの補強が行われ、同年6月25日より通行制限の元通行を再開した。この時、緊急用仮設道路が一旦撤去された。その後、16メートル南側に、 長さ156メートルの新橋を架けることとして2015年度中の共用を目指して2013年11月16日に非公式が行われた。土砂崩れによる落橋主塔の目となった原田橋と損壊した新原田橋仮設道路と沈下橋を2015年1月31日17時10分頃、天竜川右岸で発生した土砂崩れの影響で落橋した。 同日14時25分頃に斜面から小石が流れてきているのが発見されたため、同14時45分頃から橋は通行止めとなっていた。この落橋で状況調査で橋の上にいた浜松市天竜土木整備事務所の職員2名が橋と公用車、諸友川に転落、病院で死亡が確認された。また、 この崩落事故の影響で建設中の新原田橋も損壊した。2015年2月13日に崩落した橋の500メートル下流の河川内に仮設道路が設営され、普通車による交通は復旧したものの、大型車、二輪車、歩行者などは通行不可のままであった。しかし、その仮設道路も 天竜川の増水により森土が流出するなどにより、しばしば通行止めを余儀なくされたため、沈下橋を設置することとし6月30日に、供用を開始した。新橋の再建はそのまま再開する案から200メートル下流、500メートル下流に作り直す案で検討しており、建設に4年から7年の後期が見込まれていた。2015年7月に、 浜松市は200メートル下流に建設する案を採用し2016年10月に着工2019年度内の供用開始予定とした仮設道路についても2016年度内に改良が施されオートバイや大型車が通行可能になっている2019年11月28日に周辺住民を対象に建設中の サラサラ原田橋の見学会が行われた。サラサラ原田橋の構造は31ある桁ブロックを高力ボルトで連結させたもので、季節による気温差が大きいため橋梁の伸縮を吸収する装置が設けられている。2019年12月24日にサラサラ原田橋は2020年2月29日16時に共用開始予定と発表され、予定通りに開通した。 この時点では、東側の接続道路の工事が続くため、一部、片側交互通行での共用開始となったが、同年3月24日11時に2車線での全面開通を迎えた。橋町284メートル、福員8メートルで、総工費は約57億円。国道473号原田橋崩落事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。